侍ジャパン吉井コーチ佐々木朗希と奥川は侍ジャパンの2枚看板にする予定だった矢印これ。山本今回、ロッテの監督となったけれども、そのまま3月開催の WBC ワールドベースボールクラシックのピッチングコーチも務めるんですよね。佐々木くんもそうだけど、ヤクルトの奥川やっししんくんも元気だったらよかったのにね。吉井本当に朗希と奥川は、侍ジャパンの看板にしたかったんですよ。栗山よりも高校生好きなのか。高橋がおるからええやろ。まるで個人みたいに扱うなよ。右にいるの本当は奥川だったはずなのに悲しいなぁ。手術すればよかったのに。中日唯一の希望の子がいるからええやん。奥川選ばれないのこれ？佐々木もまだ看板は無理やろ。投げてみないとわからんし。奥川ってどこ痛めとるん？関節芯やないよな？肘。悲しいなぁ。